じゃあ次50音でお送りする。大丈夫？大丈夫。50音で、だけ50音でお送りする。稲垣は倒せそうなもの、あ、武器でも、武器でも人でも何でもか、稲垣は倒せそうなものかな。あ、ちなみに武装ナイフ1本。いや、もう最強装備じゃん。それ語ってくればいいよ。ああ、それ以上のことしないから、斬撃飛ばしてきたりはしないから。だって孫で刺してくるでしょ。うん、つって刺してくるだけ。怖い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 。あ、アイスソード。何それ急に。急にどっから来たアイスソード。おい、何急に、急にどっから来たアイスソード。雨かと思った、ね、神頼みかっつって、確かに天候には勝てないわなと思った雨、雨はいつも嵐もなる。どうやって口に入れる？ガガガガガってガッツァーン、口開けてポイって。ああ、そのポイも120キロぐらい投げつけるたぶん。マジか。俺が悪かった。そう。いいんだよ。俺が悪いんだ。
直すぎる。倒せるか。うん。まあ倒せるだろうね。キリンには勝てないよね。確かに、ね、蹴り強いもんね。ああ頭とか。あと多分無抵抗だとしてもそうそう倒せないと思う。いや俺は神からがキリンではちょっと。一瞬ねなんだっけ、モンハントで出てくる方のキリンで行こうかなと思って、幻想だの幻いないから。そうだね。あの、島模様の方で。妥協のキリン。連続的な苦しみで相手は死なない。うん。うん。はい。やだったじゃん。くど。くね。くしゃみ。いやー、まだ獅子魚には満たない。クジラ頂上決戦になってんだけど、なんだっけ。ケンコバ考えてねえだろ。ケンコバな。でもケンコバ強いから負けちゃうから。いやね、ヤギには勝てんすよ。勝てんですよ。勝てるんか。想像して映像がシュールすぎた。剣道水吉だ。あ、そういう。勝てる。うん、勝てる。俺が考えた剣はね、華厳の滝だった。あ、勝てる。勝てるだろうな。自殺の名所だしな。回ってるや
で。いや、そう、間違えた。そっけない態度。さすがにない人は家でもへこむ。へこむ。精神的に、油断してるところを叩く。そう、なんでみんなこんなそっけないんだろうって。違う、そしたらいなきゃ、おい、なんでそっけないんだ、言ってみる、言え、って言われたらどうすんの。ん？って言われたらどうすんの。いや別に、よしだよ、おい、言え、なんでそっけない、おい、お前、黙れ、おい、声聞いてんだ、喋れ、あ、いい、おい、おい、そうじゃねえ。